署名イーゴリヒョードロビチ・ストラビンスキーは、ロシアの作曲家。同じくロシアの芸術プロデューサーであるディアギルフから、移植を受け作曲した初期の3作品で知られるほか、指揮者、ピアニストとしても活動した。20世紀を代表する作曲家の一人として知られ、20世紀の芸術に広く影響を及ぼした音楽家の一人である。左からストラビンスキー、リムスキー・コルサコフ、 その娘のナジェージナ、シテーンベルク、カーチャ1882年6月17日、サンクトペテルブルク近郊のオラニエンマウムに生まれ、首都のサンクトペテルブルクで育った。ストラビンスキー家は16世紀末に遡る、ポーランド継承貴族で、伝統的にその領地はリトアニア大公国の中にあったが、徐々に没落していった。父のヒョードルは三男だったために財産を受け継ぐことは、 なかったが、マリンスキー劇場好きの当時のロシアを代表するバス歌手として有名だった。両親の希望で管理の道を目指して、イーゴリは現在のサンクトペテルブルク大学法学部へ1901年に入学したが、その一方で週に一度音楽理論を学んだ。法学部で知り合ったリムスキー・コルサコフのバスであるウラディーミルの勧めによって、 1902年夏にリムスキー・コルサコフと愛、個人授業が受けられることになった。同年11月に父が没した。リムスキー・コルサコフの授業は最初は不定期だったようだが、1905年秋頃から定期的なレッスンを受けるようになった。大学は1906年4月に学位を取得した。初期の還元楽作品としては幻想的スケルツォと花火が優れているが、 ディムスキー・コルサコフは1908年6月に没し,し、これらの曲の初演を聴くことはできなかった。事伝によれば、バレエリュスの主催者、セルゲイ・ディアギレフは、この2曲を聴いてからストラビンスキーと親密な関係を持つようになったというが、実際のところはよくわからない。ディアギレフから最初に頼まれた仕事はバレエ、レシルフィードのために、ショパンのピアノ曲を還元楽用に編曲することだった。 ウクライナのウスティルーフにあるストラビンスキー博物館1910年にはバレエリュスのために作曲した火の鳥がパリのオペラ座で初演され大成功を収める。翌1911年には第2作ペトルーシュカが初演されこれも成功を収める。さらに1913年第3作春の祭典がパリで初演された。 この上演は楽団をセンセーショナルな賛否両論の渦に巻き込み、初演においては観客の怒号が演奏をかき消すほどであったと伝えられているが、その後すぐに評価は急上昇し、これも大成功を収めることとなった。これら3作によってストラビンスキーは若手の革命児として名を刻まれることになった。ストラビンスキーはそれまでも夏をウスティルーフ、冬をスイスで過ごしていたが、 1914年、第一次世界大戦が勃発するとウスティルーフには帰れなくなり、スイスに今日定めた。1917年に起きたロシア10月革命により、国国の土地は革命政府に没収され、ロシアからの収入も得られなくなり、またバレーリュスの公演も戦争に妨げられて思うに、任せず、ストラビンスキーの生活は苦境に陥った。この頃作曲された曲は、 ロシアの民衆史やグ話ワによる土俗的な狐、結婚、兵士の物語などがあり、ストラビンスキーの新しい局面を示す。ほとんどの曲は戦時中には上演する機会がなかったものの、次の新古典主義の作風を準備するものとなった。1921年撮影戦後の1920年にパリで初演されたプルチネルラは、まだ、 スイスに住んでいた時に作曲された曲だが、18世紀の音楽の旋律と形式をそのまま使いながら、新しい還元楽法で音楽に新しい命を吹き込んだもので、1921年以降フランスに落ち着いてから作られるようになる、新古典主義音楽の走りだった。ストラビンスキーの新古典主義時代は1951年のオペラ、宝刀社の成り行きまで続く。 1920年からフランスに住んだが、住所はカランテック、ギャルシュ、アングレット及びビアリッツ、ニース、ボレップと一定しなかった。ディアギレフとの関係は続いたが、戦前よりも疎遠になり、1923年に初演された、結婚がバレエリュスのために書いた最後の曲になった。ストラビンスキーはまた、キリスト教に傾倒するようになり、1926年には、 ロシア製教会に回帰した。1920年代に作曲された主要な曲には、80奏曲、エディプス王、ミューズを率いるアポロなどがある。この時代、ストラビンスキーは、ピアニストとしてもデビューし、ピアノ用に、ピアノと管楽器のための競奏曲、カプリッチョ、ピアノソナタ、イチョウのセレナーデなどを作曲している。1929年に、ディアギレフが没した後は、 バイオリニストのサミュエル・ドゥシュキンのために書いた曲や、アメリカ合衆国からの注文で書いた曲があるになる。紙偏公共曲、カルタ遊び、ダンバートン・オークス競争曲はいずれもアメリカからの依頼で書いたものである。1934年にフランス市民権を得て、パリに住むが、1938年に長女を結核で失い、翌年には妻と母を失う。当時ナチス政府は、 前衛的なストラビンスキーを心よく思っておらず、1938年には大敗を音楽として誹望された。また、フランス人はストラビンスキーの新作に興味を持たなくなっていた。タイム氏表紙ベネツヤのサンミケーレと正教特格に、あるストラビンスキーの墓ストラビンスキーは1925年に初めてアメリカ合衆国を訪れ、 1935年と1937年にも渡米している。第二次世界大戦開戦直後の1939年9月にハーバード大学からの依頼によって渡米して音楽に関する6回の講義を行うが、そのまま米国に留まりハリウッドに住んだ。フランスで書き始められた公共曲波長はアメリカで完成することになった。1945年には、 アメリカ合衆国の市民権を得た。山岳賞の公共曲、バレエ、オルフェウス、ミサ曲、オペラ、報道者の成り行きなどがこの時代の代表作である。アルノルト・シェーンベルクが没した1951年頃より、これまで否定的だった十二音技法を少しずつ採用して、新たな創作の可能性を開く。70歳近くになってからの作風の変貌は世間を驚かせた。 その後も1966年までの約15年に20曲ほどを作曲している。この時代の作品には70奏曲、カンティクムサクルム、アゴン、トレニ、アブラハムとイサク、ジェイカイ・ケネディへの愛歌などがある。1959年、来日し、日比谷公会堂、フェスティバルホールで演奏会を行う。また、日本の若手作曲家の竹光トールを見出して世界に、 紹介する。これは後に、バーンスタインが、ニューヨークフィル125周年記念の曲を竹光に移植するきっかけになった。1962年、キューバ危機の最中に80歳のストラビンスキーはソ連を訪問する。1914年に祖国を離れて、以来、最初にして最後の帰郷であった。長期にわたって、作曲を続けてきたストラビンスキーも、 やがて健康上の理由によって音楽活動の中止を余儀なくされるようになった。1966年84歳を最後として新しい曲は作曲されず、1967年以降は式も行わなくなった。1968年には最後の編曲を完成させたが、それ以後も完成こそしなかったもののいくつかの曲の編曲には手をつけていた。 1967年後半は、異潰瘍と血栓症で長期間入院した。最晩年は、ロバート・クラフトの勧めでレコードを聴いて過ごした。作曲家から鑑賞者への立場の変化に不満を持ちつつも、特にベートーベンを好んだ。1969年、ニューヨークのエセックスハウスに転居し、1971年4月6日に88歳で、没した。 ディアギレフの眠るベネツィアのサンミケーレ島に埋葬された。後に、妻ベーラもイーゴリの隣に埋葬されている。死後、革命により失われたと思われていた、ピアノソナタ A 単調などの初期作品が、レニングラード州立図書館から発見され、刊行された。2015年には、リムスキー・コルサコフ追悼のために書いた、早々の歌作品号が発見されている。 本作はストラビンスキーが生前に、火の鳥以前に書かれた作品では最高の作品だと述べており、紛失を悔やんでいたものだった。ベラの肖像がストラビンスキーは大学を卒業した。翌年の1906年に、幼馴染で重視のエカテリーナの先子と結婚した。翌年には、息子、テオドール。翌々年に、娘、リュドミラを授かった。1910年には後に作曲家。 ピアニストになったスリマが生まれた。1914年には娘のマリア・ミレナが生まれている。しかし夫人は長く結核を患い、1938年に長女リュドミラが感染して死亡。翌1939年初めに夫人自身も死亡した。一方、ストラビンスキーはしばしば他の女性と不倫関係を持ったことが知られている。1916年に アメリカ公園から帰ったバレエリスがマドリードにいるとき、バレエリスの踊り手であるリーであろうポコアと恋愛関係を結んだのが知られる限り最初の浮気である。ココシャネルとも一時恋愛関係にあったことが知られている。1920年にパリで家を探すのに困っていたストラビンスキーに、ココシャネルは自分の家を提供したり、マシンによる春の祭典復活上演のために莫大な資金を 提供したりしているが、恋愛関係にあったのは短い間に過ぎなかった、ようだ。2009年の映画、シャネルストラビンスキーは、春の祭典初演後から、再演前までにおける両者の不倫を題材にしているが、これはあくまで創作である。1921年には、川堀劇場というロシア系のキャバレーで、ジェーナ・ニキティナと一時的に恋愛関係を持った。他にも、 不倫の対象はいたかもしれない。セルゲイ・スデーキンとその妻のベラに初めて会ったのは、おそらく1920年にパリでプルチネルラを公演した時で、おそらく翌年夏にストラビンスキーはベラと恋仲になり、バレーリュースでは、二人の関係は公然と語られた。スデーキンとストラビンスキーは、嫌悪な関係になり、1922年にベラは、スデーキンと離婚している。 その後ストラビンスキーは南フランスで家族とパリでベラとの二重生活を送った。夫人の没後、1939年にアメリカに移るとベラを呼び寄せて1940年に再婚している。生涯に原始主義、新古典主義、セリー主義と作風を次々に変え続けたことで知られ、カメレオンと形容されたこともあった。様々な分野で、 多くの作品を残しているが、その中でも初期に作曲された3つのバレエ音楽は、知名度が高く、大編成のオーケストラの斬新な響きや複雑なリズムを使ったロシアミニ風でエネルギッシュな音楽は、ヨーロッパの音楽界に大きなセンセーションを巻ききこた。特に原始主義時代の代表作、春の祭典は、世界中のオーケストラによって好んで演奏される作品として定着し、 20世紀音楽の最も重要な作品の一つに数えられる。また、オーケストラ作品では、リムスキー・コルサコフ仕込みの還元落法がいかなく、発揮され、さらにそこから一歩踏み込んだ表現力を実現することに成功している。これらの作品によって、ベルリオーズやラベル、死のリムスキー・コルサコフなどと並び称される、色彩派のオーケストレーションの巨匠としても知られる。 松平よりやきは、著書、現代音楽のパサージュの中で、20世紀音楽の、ほとんどのイディオムはすべて彼の発案と述べている。ストラビンスキーは、デビュー当初は、原始主義を標榜していないが、有名な作品を残し始めた頃から、原始主義の傾向が見られる。主な作品として、3つのバレエ音楽が挙げられる。副長、変拍子、リズム主題の援用などが特徴である。 結婚を最後にこの傾向は収束する。バレエ音楽、プルチネルラの発表は新古典主義音楽の開幕を告げるものであり、これ以降はストラビンスキーの新古典主義の時代と呼ばれる。この時期はバロック音楽や古典派のような簡素な作風に傾倒した。火星の響きは初期に比べてかなり感銘になった。1939年から1940年に、 行われた講義の内容をもとにした著作、音楽の詩学がこの時代の音楽観をよく表している。その一方で、新古典主義時代ながら、紙編公共局ではセリー的操作を用いていることが後の研究で明らかにされた。ストラビンスキーが他の学派の音楽語法も常に見張っていたことがよくわかる。第二次世界大戦後は、それまで敵対関係であった。 シェーンベルクラの十二音技法を取り入れ、またベーベルーンの音楽を音楽における神聖なるものなどと称賛するようになった。これには同じくアメリカに亡命していたクシェネクの教科書からの影響もある。ストラビンスキー自身は私のセリエの音程は調整によって導かれており、ある意味調整的に作曲していると語っている。各楽器を。 ソロイスティックに用いる傾向が一段と強まり、室内学的な響きが多くのセクションで優先されている。なお、現在も、ストラビンスキーの著作権は喪失しておらず、音楽著作権使用許諾申請の必要がある。ワルシャワでのコンサートで指揮する、ストラビンスキー・ストラビンスキーは作曲家であるとともに、指揮者、ピアニストとしても知られていた。 彼が初めて指揮者として舞台に立ったのは1915年のジュネーブとパリにおける公演とされている。また、ピアニストとして初めて舞台に立ったのは1924年のピアノと管楽器のための競争曲である。特に1950年代から60年代にかけてコロンビア交響楽団やカナダの CBC 交響楽団を指揮して、 主要な自作のほとんどを録音している。こうした演奏旅行は1967年に彼が病に倒れるまで続いた。自作自演の録音を彼ほど大量に残した作曲家は絶無である。彼の自作自演版は、指揮の精度やオーケストラの技術については、専門の指揮者による録音に一歩譲るものの、作者自身が想定していた。 自作のイメージを伝える貴重な遺産となっている。ストラビンスキーはかつてのドイツやロシアの還元楽に見られるような不明瞭なアーティキュレーションによる残響を毛嫌いした。日の鳥1945年版組曲の最終部の自身の演奏にその特徴が顕著に現れている。ストラビンスキー夫妻はロバート・クラフトと共に 大阪国際フェスティバルの招待により1959年の4月から翌月にかけて日本を訪問した。本来は文化自由会議のニコラス・ナポコフの立案による東京世界音楽祭に参加するのが目的だったが、音楽祭は1961年に延期された。この来日の際、NHK で竹光徹の弦楽のためのレクイエムのテープを聴き、竹光を絶賛する。 ストラビンスキーに認められたことで、竹光の評価は国内外で上昇の一途をたどる。一方、日本の様々な伝統芸術に触れると同時に、特に興味を示したのが、様々な大衆音楽の挨雑な混合である、チンドン屋であったと伝えられている。ありがとうございます。